はい、皆さんこんにちは。レクセニコシの森山です。今回は2020年合格を目指す学習経験者向け講座、私のですね、改正民法 VMAGIC 攻略講座、こちらの説明をしていきたいと思います。2020年、本試験では債権法改正、相続法改正、こちらが初めて試験範囲に入ってきます。で、このですね、債権法、相続法、民法全体の 36% を占める非常に大きな改正になっております。ですから、今まで勉強された方もですね、この改正というものをしっかり勉強していかなければいけません。まさに今までの知識だけでは戦えない、このような状況になっております。そこでレックではですね、3つの講座、こちらを用意しております。で、今回は私が担当するこの改正民法 VMAGIC 攻略講座、こちらの説明をしていきたいというふうに思います。レックでは私の VMAGIC 攻略講座のほかに、根本講師のですね、パーフェクトローラー講座民法、こちらで民法、改正民法を勉強することができますが、この講座の違いなんですが、一つはレベルの違いですね。中上級レベル、上級レベルと書いてありますから、まさにこう上級専用のですね、ハイレベルな方がこの根本講師の方で改正民法を勉強していただければいいかなと思っております。それからテキストもですね、こちらは趣旨から分かるような文章中心のですね、テキスト、それから根本講師のは整理中心の、図表中心の勉強になりますから、そのようなですね、どちらで勉強したいかということで選んでいただければいいかというふうに思います。それから一番の違いはこちらですね、根本講師の講座の方は 100% 改正民法だけを勉強するということですから、自分にどちらの講座が合っているのかということで選んでいただければいいかというふうに思います。で、私の改正民法 VMAGIC 攻略講座では改正点をしっかり押さえた上で回数も十分取っておりますから、それ以外の部分についても皆さんのですね、知識をブラッシュアップして合格に役立てていただければというふうに思っております。私が担当するのがこちらの改正民法 VMAGIC 攻略講座になっています。この VMAGIC というのが私が執筆をした書籍になります。こちらですね、森山一正の司法書士 VMAGIC、 こちらの民法の1と2、こちらを使って講義をしていきます。こちらのテキストでは民法全体をですね、趣旨から解説をしてあります。で、それからまた試験に必要なレベルで、かなり深いレベルで書いてありますから、こちらを勉強することによって改正論点だけではなくて、それ以外の部分についても合格レベル、これを取ることができるようになっています。こちらのテキストを使って改正民法、こちらを攻略していく講座になっています。 VMAGIC 攻略講座、こちらではこの VMAGIC のテキストを使って改正の趣旨から理解し、体系的に整理をするというふうに書いてありますね。で、この改正民法というものについて、こういうふうに改正されたんだという趣旨のところに遡って現行法から説明をしていきます。で、それからこの VMAGIC を使ってお話をしますから、その改正論点がこうなったよというだけではなくて、その新しい民法の中に体系的に位置づけて整理をしていきますから、その横の結びつき、これを理解することもできるようになります。で、こちらの講座では、レジュメの方も使っていきますので、現行法からこういうふうに改正されたとつなげてですね、で、このテキストの方で、新しい改正民法の方を立体的にこう理解してもらうと、このようなことになっております。また、この講座ではですね、改正点だけお話しするわけではありません。改正点も不安ですが、それ以外の部分もきちんと勉強したい、そのように思っている方もいると思います。改正点以外のブラッシュアップも安心と書いてありますが、改正点、もちろんこちらが講座の中心になります。ただそれ以外の部分についてももちろん試験に出ていくわけですから、そちらの非改正点もですね、まずここは絶対押さえなければいけないところ、それからここはしっかり理解して人に差をつけてもらいたい、そのようなところもしっかりお話をしていきます。2020年の本試験では民法でしっかり点を稼いでいかなければいけないですから、民法をしっかりこう18回取ってですね、お話をしていきたいというふうに思っております。2020年の司法書士本試験、まさに改正民法をいかに攻略したか、これが合否を分けるポイントになっていきます。レックではこのようにですね、改正民法をしっかり対応していきますので、一緒に勉強していきましょう。お待ちしております。